いやささ僕の声君届けよララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らのことを待っている。繰り返す毎日の2018年8月12日日曜日、観光情報番組読谷ラジオ、ナビゲーターを務めるのははじめちゃんこと山内はじめでございます。おはようございます。ね、ちょっとねしょっぱな BGM しくってしまいましたがまあたまにはねこう、こういうスタートもいいんじゃないでしょうか、ね、結構まあ、まれなあのパターンでしたが、ちょっとね、まあこのねオープニング流すときにねスタンバイね、もちろん私もしているわけですよ。そしたらね急にちょっとねフェーダー、まあフェーダーというのはねこの DJ 席でミキサーというね機械があって、そこのねまあ音量調整、このねフェーダーがの、まあ、つまみというかねあるんですけど、それがね一瞬外れてしまってそれでねちょっとね、慌てました。まあ今は元に戻ってるんですけどねだそんなこんなもあってですね、ちょっと、まあ久々になんかオープニングしくった感じがしますけどね、申し訳ございませんでした。でまあ8月12日、もうな、まあ、8月ももう半分ですね。まあ最大2週目第3週目ぐらいにね、入っておりますが、夏休みもね、今はねちょっと短いんですかね、我々の時は8月の末まであったイメージがあるんですがね、結構今はなんか8月の末待たずしてなんか登校とかいうね、学校が増えているようで、ちょっとね、夏休みの宿題とかまだね、終わってないお子さんとかにはねちょっとプレッシャーがかかってくる一日一日になってくるんじゃないかなと思いますが、まあそれでもね沖縄あるいはねその他観光という形でね、来られている
ね、方々にとってはね、そんなことは忘れてね、やっぱり遊びたいね、面白いねところに行きたい、思い出残したいという形でね、まあ奔走していることでしょうから、本日もね、皆さんのお役に立つ読谷村の情報をね、お届けしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。ちょっとね、まあ台風14号の影響で風っていうのがね、ただいま出ています、読谷村でございますが、皆様の地域いかがでしょうか。ちょっとね、ドライブとか、まあ、車運転される方にとってはね、ちょっとハンドルを取られる、まあそこまでは強くないかもしれませんが、ちょっとね、観光する時にとってはちょっと強風すぎるかなっていうのはね、ありますけど、ぜひねお気をつけいただきたいと思います。本日はじめちゃんが1時間番組お届けいたします。よろしくお願いいたします。さあそれではちょうどね切りよく終わったので、ドライビングナンバーかけていきたいなと思います。本日お届けするドライビングナンバー、もうね、若い人の間では、ね、大人気の方の曲流しましょう。米津玄師、ダオコで打ち上げ花火。
さあ本日お届けしているドライビングナンバーは米津玄師ダオコさんで打ち上げ花火でございます。まあ、米津玄師さんね、まあ、今若い人にねとても絶大な人気があってですね、なんかカラオケとかそんなヒットチャートとかね、いうのでなんか23巻とか取ってるということでございますね。素晴らしいですね。で、もともとね、映像配信というか、ハチというね、名前で、ニコニコ動画かでね、活躍されたね、まあ、クリエイターの方でございますね。私もね、米津玄師さんはねほとんど知らなかったんですけど、ハチっていうですとねよく分かっておりましたね。ぜひ皆さんもチェックしてください。それでは続いてお天気。それでは沖縄本島地方のね、お天気予報概況をお届けしましょう。本島中南部、本島北部では12日夕方まで、久米島では12日夜の初め頃まで、強風に注意してください。やっぱりねちょっと台風の影響まだ残りますね。12日の夕方という形でね、まあ、本島のね中南部北部ということで、まあ、沖縄県はねなっていると。まあ、久米島とか離島だとね、夜まで、ね、夕方までという形で感じですね。本島地方ね、台風第14号の影響で曇りや雨の天気となっており、先島諸島では激しい雨の降っているところがありますということで、こちら読谷村ではね、雨というのはね、なさそうですね。こちらサテライトスタジオからの空見る限りですね、結構ね晴れ間も出ているので、読谷村も全域的に晴れているんじゃないかなというふうに思いますよ。さあ、予報ですが、中南部ね、南東の風強く、後やや強く曇り、南東の風が強いということでございます。夜は晴れ、ところにより夕方まで雨または雷を伴うと。波が高いですね、波が4メートル、うねりを伴っておりますということです。降水確率が 30%、まあ、夕方以降は 20% に落ちますので、ね、また大丈夫かなと思います。で、最高気温が31度の予報となっております。結構ね、もう私自身がそうなんですが、30度を超える日々が続いていますので、ね、皆さんも慣れたかなまだ慣れてない、方もいらっしゃるかもしれませんがね、結構ね落ち着いた暑さをね、沖縄なっているかなというふうに思います。さあ、この番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp でございます。ただいま8月ね、リスナープレゼントという形でね、ご応募も受け付けております。メールまたはファックスですけどね、メールで、メッセージとは別にお名前とご連絡先ね、添えて、ください。でね、懸命に読谷ラジオあるいは読みラジと打っていただければメールでねすぐ確認できますので、よろしくお願いいたします。で、ファックス番号もご案内しましょう。098-958-7861 098-958-7861、読みラジ宛てという形でね、お名前、ご連絡先、番組メッセージ送ってくださいね。ぜひね、読谷村のいろんな商品当たりますよ。ぜひね、そちらも期待してください。さあ、続いては読谷なんでも調査団のコーナーです。
観光情報番組読谷ラジオ。ちょっとね、先ほどね、まあメッセージとあのメールのね、リスナープレゼントについてもうちょっと補足しようかと思います。ですね、ただいまね、8月はね、リスナープレゼント受付期間中ということでね、なっております。8月31日ですね、抽選は行いますがね、それまでね、番組宛てにね送られたメッセージに関しては抽選対象となりますのでね、1日何通でも送っていただければいいかなと思いますのでね、たくさんのメッセージをお待ちしております。でね、商品とかもいろいろありますよ。番組からもあります、 T シャツプレゼントする予定でございます。番組のね、このいつも私たちナビゲーターが つけていますね、読谷ラジオのね、786とね、入ったものがありますけどね、そちらね、ご準備しておりますね、これは2名様ね、やっております。その他にもですね、お菓子御殿さんとかですね、観光協会さんとかからね、まあトートバッグとかね、お菓子御殿さんだったらね、まあお菓子という形でございますがね、そちらね、ご用意させていただいておりますね。こちら紫村さんからもね、リスナープレゼントをいただいておりますね。こういった形でどれが当たるかわからないという形でね、かもしれませんが、ぜひご応募いただきたいなと思います。それでは読谷なんでも調査団行ってみましょう。読谷なんでも調査団、読谷なんでも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団のコーナーでございます。さあね、先ほどからちょっとね、私ユーストリームね、動画配信の方をね、しておりますが、ちょっとね画面の方を切り替えて私の姿を映していますが、今日はねジンベエで私ちょっとねさせていただいておりますね、祭りっぽいでしょね、先ほどね、じゅんさんの方にもどっか行くんですかって言われましたけどねまあどこにもね行くっていうことはないと思いますけどね、このね金曜日から、今週の金曜日からですね、始まっております琉球夜祭り。こちらでね浴衣の体験ができるということで、まあ浴衣は持ってないのでね、ちょっとジンベエでそういった雰囲気を味わいながら、またね夜祭りということでね、祭り気分を味わいながらという形でね本日放送しております。で皆さんにお届けするのがこのね浴衣の着付け体験がね、行われていますのでね、これちょっとご紹介したいなと思ってね、いますので、それではこれねお聞きいただきたいと思います。どうぞ。お、ちょっとお待ちください。ミスミスはい、今だったら大丈夫かな。夜祭りに、お邪魔しておりますが、その中でもですね浴衣のレンタル会場のね、前にちょっと私は今います。さあここでですね、着付けとかをできるということでございます。で何やら、うちのたっちゃんとですね平田美希さんがですね今着付けの方をしているということですので、ね、そちらちょっと突撃しながらねインタビューしていこうかなと思います。また中のご紹介の方もねさせていただきたいと思います。さあこちらがですね、浴衣のレンタルのですね、会場になっております。おー広いね、ところであって結構広いですね。で着付けをするための浴衣がねずらりと並んでおります。こちらパッと見渡してもね
50着ぐらいはあるんじゃないでしょうかね。奥の方にも、ね、あるので結構な数ありますね。ちょっとこれだけあればね、まあ、お気に入りの浴衣っていうのが見つけられるんじゃないでしょうか。でちょっとね気になったのがですね、こちらスタジオがあるんですね。簡易スタジオということで、こちらで着付けが済んだ後その雰囲気を味わいながら、写真を撮れるということでございます。でこの写真どういったものになるかというとですね、すぐお隣でデータの方にまとめられて、USB のデータとしてですね販売しているということでございます。これ素晴らしいですね。でインバウンドのね、お客様も多いということで、自国に持ち帰ってですねこれをすぐ活用していただけるようにということでございます。さあこういう形でですね、浴衣のレンタルというのをねこの紫村の琉球夜祭りやっております。皆さんもぜひご利用いただきたいなというふうに思います。45日間ですね開催しておりますので、ぜひこちら来ていただきたいと思います。受付時間は、夕方の16時4時からですね8時の間となっております。ぜひよろしくお願いいたします。この方じゃないでしょうか。ちょっとね声かけましょう。こんにちは、こんばんはこんばんは。何してるんですか今ですか。見てください、衣装チェンジしました。さあその前に自己紹介しましょうFM みたいなスタッフたっちゃんこと石川達也です。はい、たっちゃんがね私の目の前にいますがね、なんとも立派な浴衣姿になって、おりますが、着心地いかがですか。そうですね、初めて来たんですけどもぴったりしいじゃないですか。浴衣は初めて。初めてなんですよ実は。はい、いい思い出ですね。そうですね、初めて来て本当に見てください、上から下まで見てますよ、ね、どうですか、はじめさんの感想は。あ、似合ってますよ。あのねやっぱりね体格がねあの身長があるので、こういう浴衣とかいうのをね、結構身長が高い方がねやっぱり男性は似合いますのでね、ぜひもっと身長に自信のない方でも大丈夫ですけどね、ぜひこれやってみてください。さあこの選んだポイントはやっぱりあの何着もあの候補がある中でやっぱりねこの柄と色がやっぱこれだっていうのがやっぱ第一印象パッと見これに決めました。はい、でね、これ何柄ですか。和柄はい、最後までたっちゃんでしたね。はい、さあミキさんです。こんばんは。こんばんは。いかがですか。もう普段選ばない色を着れてすごい可愛いので嬉しいです。はい、普段はあんまり着ない。普段はあんまり着ないんですけども、色はブルー系を選ぶんですが、今日は読谷の色、紫を選びました。確かにそうですね、読谷の色になっておりますね。さあ結構ねあの、まあ、さすがモデルという形でナイスな着こなしですねありがとうございます恥ずかしいですね。恥ずかしい、なかなかねあのスタッフの前にこういう姿を見せることないですね。ないのでちょっとなんか恥ずかしいです。はい、まあ夜祭り楽しんでください。はい、楽しみます、ありがとうございます。はい、お聞きいただきましたね、まあ浴衣の着付けね、体験という形でね、まあ、の方に私行きまして、ちょっとね、まあ、たっちゃんとみきさんがね、これ着付け体験してるよということで、それもね合わせて見ましたかね。あの見てたらねやっぱり私も着たくなっちゃってね、まあ今日それもあってですね、まあジンベエの方は着てるんですけどね、浴衣とでなると私もね着たことないんですよまだ。なのでねちょっと一度やってみたいなということで思っております。会場がですねすぐまあ、入園受付の時にねすぐ案内されて、すぐね横の方というかね入園口の横の方から入っていく形でね、この着物のね貸し出しっていうことは千代田さんね、がやっているところで、それをね、まあ紫村さんとね今回のイベントに
協力っていう形で、全面協力という形でね、まあ、50着以上というふうに私言いましたけどね、実際聞くと100着はあるということで、まあ、S サイズからね、まあ、XL まででしたかね、2L まででしたかね、2L、3L という形でね、結構ね、まあ、体格が大きい方でもね、着れるものもありますし、もちろんお子様用のね、ものもございます。で、浴衣のレンタルがね、3500円からですね、あとはまあヘアセットとかね、ポイントメイクというね、オプションとかがありますが、持ち込みのね、浴衣の場合は着付けだけのみという形ですけど、2000円からという形でございます。で、このすぐね、この着物の置かれている横にですね、スタジオという形でね、仮設スタジオというか、仮設にしてはね、結構豪華でしたけどね、もうとてもね、撮影で、またプロのカメラマンの、ね、方が撮っていただけるということで、意外にね、時間というのもね、ちょっとね、おしゃべりしながらってモデル気分も味わえるという形ですのでね、ぜひそちらも体験してみてはいかがかなと思います。で、USB でのね、販売という形で、写真をね、カットが撮ると思うんですが、その際にですね、このカメラマンさんがね、まあ、いいのをね9枚選んでいただいて、すぐ、ね、データとして使えると、これ嬉しいですよね。ね、以前はね、写真印刷とかいう形がね、メインでしたけど、もう今はデータとして持ち帰れると、まあ、データの方がね、やっぱり使い勝手が良かったりしますからね、パソコンとか、あるいはね、携帯電話などね入れて綺麗なね、写真っていうのをね、まあ、Facebook とか Instagram などにね上げられると、これはね結構ポイント高いんじゃないかなと思います。で、もちろんね、 USB 代込みということでございますのでね、 USB 不足している方ではねまあね、いいんじゃないでしょうかね。ちょっとね、この浴衣レンタルね、ぜひおすすめですね、やっていただきたいと思います。で、中ね、ちょっとまだ私入ってないのでね、今後またね、様子とかね、お届けすると思います。読谷スポーツインフォメーション、
この時間は読谷村のスポーツコンベンション情報をお届けしたいと思います。スポーツコンベンションということでね、まあ本当にね、夏今はね本当に甲子園とかね、いう形で結構ね、まあ、スポーツっていうのがねやっぱり注目される季節ですよね、なのでね皆さんテレビでねいろんなスポーツご覧になっているかと思いますがね、こちら読谷村ではですね、まあ、ラグビープロ野球、プロサッカーあるいは陸上ソフトボール女子ソフトボールがメインになりますかね、まあ、男子も来るとは思いますけど、ね、そういったね、プロのチームあるいは実業団などね、チームの受け入れを行っております、ねまあ、野球という形でね、話が出たのでそのお話も少ししたいかなと思いますがね、9月のね、シルバーウィークの日にですね、確か23日あたりでしたっけね、までっていうかね2年に名古屋ドームでね、読谷デーという形でねまた読谷村からね、名古屋球場で応援団が駆け寄るということでね、まあ、駆けつけますからね、そういったことでね楽しみにされている方も多いんじゃないでしょうかね、球場で、ね、ドームでエイサーとかするということでありますね。まあ、エイサー今まさにですね、ちょっと後ほど詳しくお話ししようかなと思います。読谷村でもね、そんなのですね、青年エイサーが開催中でございます、ね、そういったことも合わせてね、まあ、もちろんね沖縄ねに来てね、エイサーっていうのはね見ていただくのがね、いいんですけど、まあ、時期的なものね、こういうお盆の近い時期とかね、いう風になるとなかなかね、調整できないという方も多くいらっしゃると思いますのでね、本土でねそういったエイサーをね、やるときにですねちょっとねこの沖縄の文化ぜひね味わっていただきたいなと思います。今年はどこが行くのかな、高志保かなもしかしてちょっとね、定かではないですけど分かり次第ねそれもまた お伝えしたいなというふうに思っておりますのでねぜひね皆さんもお楽しみください。はい、この時間は読谷スポーツインフォメーションでした。観光情報番組読谷ラジオ時刻は9時35分を回ったところでございます。ね、先ほどもねちょっとお話ししましたが、ね、ただいま読谷村、ねの、まあ、イベントということでエイサー、ね、村内の、ね、読谷村青年エイサーが、ね、開催しております。まあ、しておりますというかね2日間ありますがね、現在はね、まあ、今の時間はねもちろんやってないんですが、そちらがね、昨日今日という形でね開かれます。でもう第35回なんですね。先日ね、昨日本当にね行われましたエイサーはね、6団体かなが行われておりますね。昨日行われたのが、宇多青年会、戸谷青年会、瀬名葉青年会で茶谷町のですね、青年会、これなんていうのかな、栄口と書いてますけど栄口でいいんですかね、青年会で、波平青年会、時計青年会という形でやっておりますね。で
今日行われるのがね、9団体ですかね、ザキミ、トグチ、イラミナ、ヒジャ、ウルマ市の赤野で、キナ、ソベ、タカシオという形でね、結構来てますね。あ、茶谷町は江口みたいですね。ね、昨日行われたのは茶谷町の江口という形だということでございます。で、ね、まあ、村内のね、青年自治会のね、エイサーのみならずですね、村外のね、エイサーの団体もね迎えて、ゲストという形で迎えてですね、行われますね、この第35回ね、青年エイサー祭り。時刻がですね、今日は17時からね、始まりますね、17時から始まります。あ、ま、始まりますので、ぜひね皆さんお時間合わせて見に行かれてはいかがでしょうか。場所はですね、平和の森球場というね、ところでございますね。あ、球場ね、読谷村で球場といえば一つしかございませんのでね、すぐねもう分かると思いますが、読谷村役場のねすぐ、まあ、お隣という形でございます。ちょっとね、まあ、地名になれない方はですね、このイベント名、エイサーイベント、あるいはこのね平和の森球場とね、調べていただいて、場所の方ね確認していただきたいなと思いますがね、そちらで開催しております。まあ、しておりますというかね、するということですね。で、花火もね上がるらしいですので、それをね、楽しみにしていただきたいと。まあ、フィナーレの時だと思いますがね、まあ、フィナーレも、まあ、昨日ももちろんやったとは思うんですけどね、勝ち足ね、全団体でのね勝ち足っていうのがねあったかと思うんですが、ちょっとね昨日私行けなくて見れてないんですが、フィナーレはですね本当にもう会場一体となって、もう勝ち足と呼ばれるね、踊り、もういいもういいというか、まあね、踊りですね、みんなが老若男女問わず騒げる時間というのもね、ありますし、でこれ観光客の方ね楽しみにされている方多いんじゃないでしょうかね。またエイサーを見にね、沖縄来られるという方も多いですのでね、このね期間来られている方で、ね、どこかのエイサーに行こうかなというふうに考えている、あるいはね今知ったという方もね、ぜひ読谷村で平和の森球場で今日5時からですね、行われますのでね、そちらぜひ足を伸ばして楽しんでいただければなと思います。意外にねエイサーってね、私はね本当にエイサーねちょっとやったことないってあれですけど、本当にねこの青年エイサーっていうのはね参加したことないのでね、ぜひね、今の若い人たちどんどん頑張ってね、続けていただきたいなと思います。もうね、私はもう見てる側だったのでね、そちらがちょっと今ではね、後悔したかなと思いますけどね、まあ見てるのもね、やっぱり楽しいものになってますのでね、あの太鼓の迫力ね、身近でねこれ感じることができますしね。まあ旧盆の時期にね、まあ、このエイサーっていうのはね開かれますので、ちょうどまた再来週の時期にはなりますかね、まあ、沖縄も旧盆で、まあ、運慶ウークイという形で、ね、ご先祖様をお迎えするね、まあ、イベントというか、行事が各地で開かれる、まあ、各地というかね、もうこの日にね行われると思いますけどね、ぜひねそういった時にもね、エイサーっていうのね、まあ街中とか、村の中でですね見ることはね、あると思います。確かね今日どこだったかなどっかのねどっかのね青年会も練り歩くっていう話を聞いてますね。出張みたいな形でね、企業さんとかお家とかいうところにね出向いてこのエイサーの演舞ねやったりするんですよ。それでね、まあ、まあ1年のなんていうんですかね、まあ払うというか
そういったのもね、少しありますね。あと商売繁盛という意味でね、よく新築のお家とかでね、読んでこのエイサーっていうのをね、練り歩いてもらうと、地元のね、まあ青年エイサーを呼ぶのがね結構基本ですけどね、そういったのでどん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 回ってくると、だから夜なんかになると結構各地で、ね、この村内ね、多分このエイサー大会終わった後もこの、まあ、平和の森球場以外でもね、もしかしたら見かけるかもしれませんよ皆さんね、夜のね村内っていうのもねお楽しみいただきたいなと思います。でね、また夜の村内ということでね、先ほど読谷なんでも調査団でもご紹介しました琉球夜祭りというのもね、開催しております。金曜日からね、8月の10日の金曜日から9月の23日45日間開催しております。ここね体験王国紫村さんでねやっております。入場料がですね大人600円、中高生が500円、小学生が400円、乳幼児はなんと無料でございます。ぜひね家族でね、来られてねこの祭りという形をね楽しんでいただきたいなというふうに思います。でね私もねちょっとねこの着付け会場の方はね、行ったんですけど、会場の中っていうのはね私まだ見てないので、ちょっとね具体的なものっていうのはねちょっとした写真とかでね、のどういったものがあるっていうのは見てるんですが、具体的にちょっとまだ言えないのがねとても残念ですが、まあこれからねちょっと中ちょくちょくね夜伺ってどういったものがあるっていうのをねお伝えできたらなと思います。まあ和のテイストをモチーフにしたものっていうのがね、まあ、冬のランタン祭りとはちょっと、違うということでございますのでね、まあ、ランタンという形でね、結構このイベントをね、まあ、夜祭りとはねちょっとまた今年から始まったイベントですのでちょっとまたコンセプトが違うかもしれませんが、まあ、冬にもねそういったイベントを行われておりますが、これが夏、やっぱり夏っていいですよね。私も今日ジンベエ着てますけど、こういうところのものをね着て外に出てね、うちはなんか仰いでね、やるというのもとてもなんか風情があるというかいうのもありますんでね、こういう体験できるのはやっぱり夏のね、まあ、魅力の一つではありますよね。それにね、まあ、沖縄といえばエイサーという形で、今日はタイミングとしては本当にバッチリな、ね、日になっておりますのでね、ぜひね皆さんも今日はね外ね、出かけられてね夜ね楽しい夜、まあ、夕方とかね、を楽しんでいただければなというふうに思いますしよ。ちょっとねおしゃべりしている間にお時間が迫ってきていますのでね、まあ、ちょっと ここら辺で締めたいと思いますが、メッセージもね、来ていますのでちょっとね、次のコーナーで読みたいと思います。Thank you.
戦争レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーでございます。レンタカーお借りの観光客の皆様ね、レンタカードライブマップというのをね、このドライブマップというのも、レンタカーお借りする際にですね、受け取ったかと思います。見てないという方はぜひ見ていただきたいと思います。どういったものがあるかというと、なんと表紙めくってすぐパーンとクーポンついておりますよ、ね。こちら観光地に載っている観光地で使える、ね、お得なクーポンになっておりますので、ぜひ使ってください。使い忘れてあー損したーということは ね、ならないようによろしくお願いいたします。またね、不慣れな、ね、まあ沖縄の道とかね、結構詳細にね、ドライブマップということでね、地図とか出ております。でエリアごとね、中北部とかね、南部とか国際通りとか結構ね、こと細かにね、載っておりますのでね、どこに行ったらいいか分からなくなったというね、方向音痴のあなた、ぜひこれ片手に取ってください。またね、まあ、マップコードというね、コードを打っていただければね、自動的に目的地ねご案内する、ね、機能ももちろんついておりますのでね、そちらもね ご活用いただきたいなと思います。 FM 読谷がございます。ここ読谷さんね、こちら紫沼さんもそうですけどね、そこでですね、ページの18ページ31ページに記載されております。でただいま FM 読谷ではですね、ウェルカムプレゼントということで、読谷ティッシュボックスケースプレゼント中でございます。これレンタカードライブマップ持ってですね、 FM 読谷遊びに来ていただくとオリジナルのティッシュボックスケースもらえますね。非売品でございます。ぜひね、旅の思い出にゲットしてください。読谷、FM 読谷わからないという方、場所がねわからないという方、ぜひググるかマップコードを打っていただくかという形で、ね、来ていただければなと思います。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時49分を回ったところでございます。さあね、メッセージいただいております。ご紹介しましょう。あ、はじめちゃん、リスナーの皆さんおはようございます。パンコペンコでございます。はい、おはようございます。横浜もこの間の台風が近づいた日以外はずっと32度超えてともなまあね、本土の32度とね、沖縄の32度ちょっとね違うかもしれませんがね、そろそろ慣れた方がいいかもしれませんね、パクピが。私は昨日から夏休みになりました。お、いいですね。昨日は横浜スタジアムでビールを飲みながらベイスターズの応援をしてまいりました。試合は負けちゃったけどね。あら、何かね、この前のメールで、ね、スタジアム行った応援のね、勝率が下がったという話ですが、またちょっと下がったようですね。今日も昼間は家のことをやって夜は横浜スタジアム行きます。あ、また行くんですか。いいですね。結構ね、夏休みということを利用してね、まあ球場こういう風にね、野球観戦とかね、スポーツ観戦される方もね多いかもしれませんね。いいですね。たっちゃんとみきさんの浴衣姿を Facebook で拝見しましたが、とても似合っているなと思いました。射的している2人の写真なんで、まるで夫婦みたいですね。ああ、夫婦まではいかないんじゃないですか。せいぜい兄弟ぐらいじゃないですか。はじめちゃんも浴衣着たら Facebook に投稿してください。それでは引き続き番組聞いてますということでね、先ほど読谷ラジオでね放送した時にですね、ちょっとね、
動画ご覧になっていた方はわかるかと思いますが、ちょっと写真の方もね少しね、音源流している時挟ませていただきましたね。たっちゃんとみきさんがね、写っている写真もねありますよ。今は出してみましょうかね。ね、まあ、2人のツーショット写真がね今皆さん映像で見られている方はね、ちょっと見ていただいているかなという形で、ね、結構ね、色とりどりのね、浴衣があって面白かったですね。さあ、もう一通が、はい、名古屋からこの方ですね、新地小林さんですね。はい、ありがとうございます。はじめちゃんおはようございます。はじめちゃんのジンベエ姿粋だねということで、去年もね、この時期に来ましたのでね、年に1回ぐらいかなという形ですけど、今回はね夜祭りが始まってるので、もしかしたらね金曜日当たった時はこの姿になってるかもしれませんね。あと暑かったらさて15日までお盆休みを取ったんですが、あ、もう皆さんお盆休みという形の夏休み取られてる方が多いんですかね。私はお盆休みどうなんでしょうかちょっと振り返ってみるまだわからないけど、とりあえず昨日は乃木坂46の番組を録画したのをずっと見ていいですね、最高の過ごし方ですね。もう一度見ようかなということで、15日までは、毎朝聞いているので毎日メールしてもいいですか。どうぞどうぞしてください。ぜひね、メッセージいただきたいのでね、ぜひお願いします。あとね、新地小林さんリスナープレゼント開催中でございますのでね、ご連絡先とお名前もう私的にはね個人的には分かるんですが、一応書いていただければリスナープレゼントのね対象になりますのでね、せっかくメールいただけるんであればそちらもね記載していただければなと思います。ありがとうございます。さあ、もう一つ来ております。ラジオネーム名古屋ののぶさん、はい、はじめちゃんおはようございます。浴衣似合ってますね。あ、すいません、ジンベエなんです僕も浴衣着て、琉球夜祭り行きたかったな、毎月読谷村に行っているのにということで、よりによって、今月は先月8日で来月は9月26日な、まあ行った2日後に始まって次に行く3日前に終わるなんてかわいそうすぎじゃないですか。はじめちゃんの力であと1週間延長してもらうように紫村さんに頼んでくださいということでちょっとね私個人の力じゃね結構難しいところがありますけどね。のぶさん、そうですね、ちょっとね本当に時期外れてますね。45日間、今1ヶ月以上 あるわけでございますが、あら、まあ毎月来れるのに今度は終わってからですか、ちょっと残念ですね。まあ我々もね映像とか写真とかいっぱい送りますあ、まあ Facebook とかね、まあ映像とかであげますので、そちらをねご覧になってちょっと癒されていただければなと思いますね。はい、本当にね、ありがとうございます。もう今日はねちょっとオープニングからね、ちょっとバタバタしておりましたが、まあ皆さんにちょっとね役立つ情報という形でね、まあ楽しめる情報が結構あったんじゃないかなと思いますね。ぜひ参考にしていただいてね、読谷村楽しんでいただければなというふうに思いますね。本日も1時間お付き合いのほどありがとうございました。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。それでは皆さんね、本日エイサーありますのでね、ぜひね、地元の方観光客の方ね、一緒になって楽しみましょう。それではねまたお会いしましょうね。バイバイ。